はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、甲斐究極テクニカルバトル絶望と怨念の復讐記黒の試練編ですね、こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、黒キラですね。ハイパーヒーロー馴染む肉体、殺しに来てくれよ私のために、戦いとは軌道をつけてやります。続いて影竜ですね。俺だった愛をつけてます。俺だった要因ですね。そしてギアリオですね。血管芯、ソニーブ、連続シザートラップですね、をつけてます。スタンバイにはナイフリオですね。成長体力焼けをつけてます。リンクスキルはエンヤバーですね。そしてフレンドはクロキラを呼んでます。では参ります。なんだかんだで、単色でクリアするのは一番面倒じゃないですかね。黒が面倒ですね。本当に面倒です。さあ行きましょう。エンヤバーがあるのでね、先制遅延ができるんでありがたいですね。さあそして走っていきましょう。ギア量でね、血管芯もついてるので自分で、ばらまいて敵に当てて、カエルちゃんがね勝手に食らって行ってくれてるので、もう倒せました。あとはね止まるまで待ちましょう。サクランのために止まれません。ソニックもある分ね、結構走る感じですかね。おっと、4ゲージ溜まればいいですね。4ゲージさえ溜まればいいです。はい、俺だった。ということでギアリオじゃないですね、影リオが大丈夫ですね。そして殺しに来てくれよ私のために、で攻撃力がマシマシです。さあ行きましょう。まずは安全のために爆弾をセットしておきます。そしてですね、ナイフリオを動かしましょう。ナイフリオを動かして、すぐにね爆弾を発射したいところなんですが、これはちょっと危ないので、続いてもいきます。さあ今度は爆弾素直に押しましょう。下手なことしましたね。下手な位置に行ってしまいました。今度は横貫ですね。横貫きちんとできればいいんですが、そして倒れてくれないことを祈ります。あー、これは走っちゃいましたね。横貫がうまくできてませんね。やり直します。はい、横貫していきます。今度は成功しました。横貫成功です。横貫成功して、うまいこと、あ、これで止まりましたね。削れていっております。さあギアリオが瀕死状態。まずはバグダンセットしておきましょう。爆弾セットして動いていきます。そして、最初にもうギアリを走らせておきます。横貫成功しました。こういう時は成功するんだな。よかった。はい、ではですね、続いても走ってもらって、シャッとゲージを回復しておきます。3.5 ゲージにならなくてもいいんですが、まあここはね、おっとギリギリですね。ギリギリです。でもここまで来たらもういいでしょう。爆弾出してゲージも OK ですね。 3.5 ゲージ溜まりました。よかったです。さあ今度はナイフリオでいきます。ナイフを発動させてね、ナイフをきちんと処理しておきましょう。ナイフ量でナイフを処理です。
さあドンと降ってくるところがどうだ、ドンと、うん、いい位置です。あとは、下手にならないように、緊張しすぎないようにすることですね、私がですね。では行きましょう。1、2、3、うん、通して、うん、倒し、あー危ない、あー危ない、さあこのまま行きましょう。ハイパーヒールです。まずはハイパーヒール、続いてもハイパーヒール、そして、ギアで仕留めてもらいましょう。5ゲージ、5ゲージいかないぞ、これはこれは5ゲージいかない、ちょっとビビりすぎております。さあ、ナイフの体力がちょっと怖いので行きましょう。さあ1、2、3、よし倒せました。さあ第3ラウンドですね、第3ラウンドです。5ゲージきっちり溜まっていますので今度こそいけますね。さあギアリオで3、今度はね 3.5 ゲージ溜めるまで走ります。そしてねギアリオのね止まってる位置とかですね、これが、結構重要だったりするので、溜まったからといってすぐに、CS 発動しないように我慢しないといけないです。なるべくね、画面中央に行くように、しましょう。さあ、3ゲージ溜まりましたね。1、2、3、4、5、ここら辺ですね、ここら辺でいいでしょう。6まで行けばよかったかな、6まで行けばよかったですね。5は当たってるかな、これちょっと厳しいかな、当たってなかったらごめんなさい。やはり安心するようにしておけばよかったですね。うん、さあどん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 ギアが自分でハサミをばらまいて、ハサミを処理しております。ちょっとこの辺りは良くないですね、この辺りは良くない、辺りは良くないです。斜めカンカンもねどうにかしたいんですけどね、してほしいんですよね。お、結構削れましたね。はい、そろそろ終わりですかね。さあ終わる頃でしょう。終わりました、倒せました。まだ残ってますか、パキパキパキ、さあ倒せました。さあ 3.5 ゲージきっちり溜まってるかな、場所もそうですし、OK ですね。はい、 3.5 ゲージ溜まってました、よかったです。さあナイフ量できっちり処理しておきましょう。はい、無事倒すことができました、ありがとうございます。いや、よかった、最後までね、動画をご覧になっていただき、誠にありがとうございます。本当にね、無事クリアすることができてよかったです。ではですね、またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサマ対